こんにににちはは欧米の情勢とフファァシシズズムムつついいいてててやっていきまましょうずです第一次世界大戦後のヨーロッパでは個人を尊重する民主主義が発展した一方でファシズムと呼ばれる政治運動も登場しましたこれは個人を尊重した民主主義を否定して個人よりも民族や国家を重視する 全体主義と言われました対外的には武力による侵略を主張しましたこれは大衆の支持を得た運動としてイタリアで生まれドイツで最も勢力を強めることになります個人は社会の全体の一部であるという考えから全体のためには個人は少し我慢してもらうことも必要だというのが全体主義の考え方ですね まずはイタリアのファシズムについてですイタリアは第一次世界大戦の戦勝国側でありましたしかし戦争の被害は大きく賠償金も得ることができなかったため経済は混乱していたんですそこでファシスト党を率いるムッソリーニは国民の不満を煽りながら1922年に首相になりましたそして 他の政党を禁止して独裁を行い言論や集会の自由を制限することになります。また世界恐慌の後にイタリアは植民地があまり多くなかったのでブロック経済圏を作ることができず経済が行き詰まりましたそのためどんどんと領土を増やしてブロック経済圏を作り出そうという考えのもとエチオピアを侵略し 1936年にこれを併合することになります世界恐慌の影響を受けて持たざる国であったイタリアやドイツなどは外国にどんどん進出して植民地を増やそうとしたということは前回やったと思います続いてドイツのファシズムについてです第一次世界大戦で敗れたドイツは講和条約であるベルサイユ条約での賠償金が重い負担になり 経済が混乱ししておりましたこうした中でヒトラーの率いるナチス国民社会主義ドイツ労働者党は国民の不満を煽ってユダヤ人を迫害し共産主義者などを攻撃しながらドイツ民族の優秀さを強調する宣伝活動によって注目を集めるようになりました世界恐慌による深刻な不況が始まると ナチスは混乱の中で勢力を大きく伸ばし1932年には議会で第一党になります最も議席数を獲得した政党になったということですそしてヒトラーは1933年に首相になると他の政党をどんどん解散させ民主的な憲法であったワイマール憲法を停止して独裁を確立しました 個人を尊重する民主主義を軸としていたワイマール憲法をなくしてヒトラーが独裁によってどんどんと政治を進めることができるそんな体制を作っていったんですねまたドイツは国際連盟から脱退し国際的な世論を無視してどんどんと軍備を増強していくことになりますドイツでは公共事業と 軍需産業によって経済が回復したんですが軍事大国になり人々の自由は奪われ秘密警察が国民を監視し統制する全体主義の国家になりましたまたファシズムはスペインなど他の国々でも勢力を伸ばすことになりますこのファシズムという考え方が今後大きな影響を与えていくことになりますのでしっかりと知っておいていただけたらと思います 植民地をあまり持っていなかったドイツ、イタリアが世界恐慌に突入して、一気に独自の路線で進んでいくことになります。もう一カ国、持たざる国であった日本はどうなっていくのか、今後楽しみにしておいてください。では以上になります。お疲れ様でした。